とは世界人口の約半分は各国政府の研究者の推算であるため資料を閲覧する際には注意を。国連の2011年版世界人口白書によると2011年10月31日に世界人口が70億人に到達したと推計されている。また、 アメリカ国勢調査局の推計では70億人の到達が2012年3月12日頃とされている。世界人口1800から2100年推定値、統計値,計値、国連の推計値、国連の推計値、国連の推計値18世紀の産業革命以降に世界人口の増加ペースが速くなってきた。そして20世紀に人類は人口爆発と呼ばれる。 人類史上最大の人口増加を経験した。国連の推定では19世紀末の1900年におよそ16億人だった。世界人口は20世紀半ばの1950年におよそ25億人となり、20世紀末の1998年にはおよそ60億人にまで急増。特に第二次世界大戦後の増加が著しい。 現在の人口は過去6000年間に存在したすべての人口のおおよそ5分の1にあたる。以下は国連などにおけるおおよその人口推定及び推計値である。世界人口が50億人に到達したと推計される1987年7月11日を記念して国連人口基金ではこの日を世界人口デート1989年に制定している。 世界人口の予測は非常に困難であり、出生率の変化などによって変動も大きいため、国連の予測も断続的に修正されてきている。国連は2年おきに最新の推計値である世界人口展望を発表しており、その2010年改定版では21世紀半ばの2050年までに90億人を突破、その後は増加のペースが鈍化していくものの21世紀末、 までに100億人を突破するだろうと予測している。さらに2013年に国連が発表した世界人口展望では前回の予測値より増加傾向にあり、中一として2025年に約81億人、2050年に約96億人、2100年には約109億人に達するとの予測がされている。一方で、 世界人口は80億人で頭打ちになるという予測も存在する。また、米ワシントン大学の保健指標評,評価研究所が2020年7月に発表した研究によると、世界での平均出生率の低下により、世界人口は2064年頃に約97億人でピークに達した後、21世紀末までに約88億に減少すると予測している。 加えて、日本やイタリア、スペイン、韓国など、計23カ国では、同世期末の人口が2017年時点との比較で半数以下になると予測されている。歴史上の推定地域人口も参照過去の人口を含め、世界の総人口を推定することは非常に困難であり、研究者によって数値もバラバラである。 ここでは複数の研究者によってまとめられた推定値を列挙する。予測人口は中央値のみを示す。より詳しい地域別の人口変遷に関しては歴史上の推定地域人口の項を参照。当初は国連人口部の統計により1999年10月12日に世界人口が60億人に到達したと発表されていたが、 その後の改定で1998年に到達と修正された。10億人の到達推定が1807年頃とされる場合もある。一部の研究機関では人口が100億人を突破する前に遺伝子の関係などによって減少に転じると予測するところもある。Excluding It's Special Administrative Regions of Hong Kong and m a c a Including Central アメリカザ・カリビアンザ・アントクティックトリーティーシステムリミッツザネーチャーオブナショナルクレイムスイン・アンタルクティカオブザ・テリトリエルクレイムスイン・アンタルクティカザロス・ディペンデンシーハズザ・ラージストポピュレーションありがとうございます